とあの可愛らしいお店なんですけど、僕の大好きなスイーツをやってきたのは広島市内にある若い女の子に大人気のスイーツショップ。お目当ては、いやもう一択です、このいちごミルクサンドとレーズンサンド。スイーツをお口いっぱいに頬張る幸せ、いいな。ところでお味の方は、中がバタークリームで、これがもうすごいふわふわなんですよ。で、まあ、フリーズドライしてあるいちごが甘酸っぱくてこうサクッとして、この食感がたまんなくて、口の中に入れた瞬間に結構すぐなくなるのが大好きです。食レポ抜群じゃん。ねえねえ、他にも好きなスイーツある？羊羹好きですね。大福も大好きですね。広島ね、八朔大福があるんですよ。もちろんいちご大福も大好きですけど、おはぎ大好きです。わらび餅とかも好きですね。何でもまあ好きは好きですね。わかる。お主かなりのスイーツ好きと見たわ。ところであなた、情報番組のレポーター、それともスイーツの評論家ではなく、競輪選手松浦雄二。前は清水が先頭、後ろから松浦雄二だ。松浦雄二がやりました。今から2年前、デビュー9年目で初の G1 競輪祭を優勝すると、最後はどうでしょうか。さあ最後は3番の松浦雄二、8番下山口金也並んでゴール。その後次々とビッグレースを制覇、誰もが認めるスター選手。今年の獲得賞金はなんと1億6000万円。競輪選手およそ2200人の頂点に立つ男。自信の表れがなんかレースにも出てますし、すごいなって、まあ、もらい出しながら見習いたいなと思いますけど。競輪よく知ってる選手ですね。位置取りもうまい、長い距離も踏める、外並走も食いならない、さばきもできる、オールラウンド、バゲモンです。そんな男がどうしても手に入れたいタイトルがある。昔は夢の舞台とか思ってましたけど、まあ、今はもう本当に取るのが目標なんで。松浦がどうしても取りたいタイトル、それは最も強い男を決めるレース、競輪グランプリ。年末の頂上決戦競輪グランプリを取るためにもがく男の姿を追う。広島県広島市、グランプリまで1ヶ月に迫ったこの日、松浦雄二に会うため広島競輪場に向かった。おはようございます。おはようございます。今日は、まあ、練習ですね。あのグランプリ1ヶ月後に迫ってって。そうですね、まあ、あのいつも通りっていう感じですけど。基本競輪場でしか練習しない。基本的にはあんまり会場とかは行かないですね、僕は。もうそれは以前はやってたんですか、会場練習。あ、以前やってました。でもなんかやっぱり理由があって変えたって言ったりとか。まあバイク走る技術っていうか、なんかそういうのも必要だなっていうふうに思ってるんで、比較練習するならそういうのを身につく方がいいなと思って感じですね。松浦は街道練習は行わず、バンク一本、レースで勝つためバンクの上で練習するのみ。ちなみに松浦選手というか赤なんですね。赤ですね。その理由は、まあ、気持ちが入るっていうのも一番大きいですけど、いや、まあ広島カープだから赤が好きっていうのはあるかもしれないですけど。松浦選手カープがいい。もちろんさ、それも広島2年生まれたらもう自然とそうなりますね。まずはウォーミングアップを兼ね、1周400メートルのバンクを20周走る。
徐々にスピードを上げながら体をほぐし、自転車に乗った感覚を確かめていく。共に汗を流す仲間に松浦のことを聞いてみた。強くて優しいですよね。はい、でものすごいやっぱり憧れますよね。自分もまあ一緒にそこの舞台で走りたいなって強く思いますし。いやもうね、やっぱね、 SS でずっと走ってるんで、アドバイスとかもまあ結構もらったりするし、まあまあ広島のまあ一番まあリーダーですかね。今や広島の看板選手となった松浦だが、順風満帆の競輪人生ではなかった。デビュー6年目に初めて G1 レースに出場した。高速落車ありました。先頭は3番の川村浩二、番手藤木が差し込んで合輪です。京都勢のワンツー。結果は一次予選敗退。その後も毎年 G1 に出場するが、敗退の連続、その数23回。そんな松浦に転機が訪れたのはデビュー9年目の2019年。まあ、2018年からフォームっていう部分で目をつけてましたけど、まあ、そこからしっかり練習して、まあ、そのフォームっていうのが自分のものにできるようになったっていうのが2019年かなっていう感じなんで、今のフォームにしてからやっぱり成績とか縦足とかっていうのもすごいついてきたんですよ。 G1 で勝つために松浦が導き出した答え、それは理想的なフォームを完成させること。その上で欠かせない人物がいる。およそ4年前から週に3回通う治療院。体のケアはもちろん、食事や睡眠、フォーム作りの相談にも乗ってもらう。ここで写真を撮って、はい、こうなってるよって話をして、見て、うん、はい、まあ、こうやって乗ってて肩がこう下がってる。わかります。3年前からフォームの改善を始め、今もなお理想的なフォームを追求している。これが本来のフォーム。全ての力を自転車に伝えるには両肩を水平に保たなければならない。このフォームになりがちだったと思います。その全てがこのフォームっていうわけではないですけど、こういう形の意識で乗ってしまっていたっていう感じです。彼がトップを張れるっていうのは、どうすれば速くなれるかっていうのを常に頭で考えて、それが自分で的確に分かるんですよ。どうしたら速くなれるか、どこを、何をしたらいいの、そこです、強さの違いは。フォームの改善を始めてから1年後の2019年、 G1 レース競輪祭決勝。さあ、まだ内から松浦裕二が行きました。実に24回目となる G1 タイトルへの挑戦。車間を切っている松浦裕二、4コーナー待って、前は清水が先頭、後ろから松浦裕二だ。松浦裕二がやりました。デビュー9年目にしてようやく掴んだ G1 での優勝。松浦は競輪王の称号を手に入れた。まあ、ただ練習するだけでなくて、まあ、脚力もつけつつフォームをきれいにしてロスなくいけるようにすれば、まあ、脚力が劣っていてもフォームのきれいさやその力の配分とかで、まあ、勝つことができるんじゃないかっていうところですよね。まあ、一つ取れたんで他のタイトルも取れるっていう意識は芽生えましたね。覚醒した松浦はその後多くのビッグタイトルを獲得。しかしそんな男がどうしても勝てないレースがある。それは競輪界の頂点を決める競輪グランプリ。日本を代表する選手脇本雄太や新田雄大といったトップ選手と争うこの舞台に、2019年松浦は初めて出場した。2番の松浦裕二追ってくる、平原浩太はその後ろ、さあ先頭3番脇本裕太、後方から7番の新田雄大と真ん中4番佐藤慎太郎脇本裕太並んで攻撃、4番の佐藤慎太郎が
初挑戦は見せ場も作れず7着。広島松浦雄二。そして2度目の挑戦となった昨年、3番手まで上がった郡司越え、これを阻む3番の松井裕二、内をついた5番の清水博人、さあ4コーナーまた2番の脇本雄太、粘った牽制する7番の平原浩太、脇本雄太粘った4番車が伸びてきた、和田健太郎だ。結果は8着、惨敗だった。去年に関して言えば、結局のところじゃあその脇本さんを倒すだけの脚力っていう部分ではやっぱり劣ってるっていうのが、まあ、はっきり見えたところだったんで、脚力のある選手って、まあ、例えば脇本さんだったり新田さんだったり力があるなと思うんですけど、僕は脚力がない。昨年2度のグランプリを経験して分かったこと、それは新田や脇本など日本代表選手には脚力では勝てない。その脚力を補うために何をしなければいけないかっていうラップと、やっぱり脚力っていうのはもうそのつけようと思っても本当に急につくものじゃないんで、ただフォームとかそういう技術面っていうのはやっぱりやればやるほどどんどん身についてくるんで、乗車フォーム、体の使い方、力の配分、僕の場合はやっぱりそのレース展開とかでその差を埋める、相手の弱いところをつきながら自分の強いところで戦うっていうのをやっぱり大前提としてやってるんで、毎日毎日自分ができることを精一杯やった上でのことだと思うんで、まあ、もう本当それを一日一日無駄にせずに練習していくしかないって感じですよね。強くなるために毎日、はい、毎日です。絶対的な脚力を持つ選手に勝つためにはフォームの改善とともに、どんなレース展開にも柔軟に対応できる体の使い方や力の配分を考え日々磨く。前を走る2人の選手を敵に見立てた本番さながらの実践練習、松浦目線で見てみよう。前に敵が2人、内側から追い抜こうとすると前が塞がれる。それでもスピードを落とさずに右に切り替え一気に抜き去る。ありとあらゆるレース展開を想定したトレーニング、どんな状況にも崩れない強いメンタルを磨く。この日も限界まで追い込んだ。結構どうなんですか？今息上がってますか？はい。まあ結構重いのがきつい感じだったね。まあ今その崩れたところからもう一回ギュッて投げもできなかったんで、まあそういうのをちょっとしていかないとなと思うんですけど、練習でなかなかああいう動きってやらないんで、まあそういうところを僕は結構やってるって感じです。これ松浦選手のレースでの強み武器って、まあ展開に応じて何でもするっていうところじゃないですか。でそれの裏にはこういった練習もやっぱりいろんなパターンがあるんですよね。もちろんです、はい、練習でできないことはレースでできないんで、あのレースでできるようなことは基本的に全て練習してますね。最強のオールラウンダーと呼ばれるゆえんは日々の練習の賜物。厳しい練習の後よく立ち寄るという店に案内してくれた。じゃあいただきます。4年前から通う居心地のいい空間。決まっとるね。まあいつもゆうくんって言ってるんで。そうです、ゆうくんって呼ばれてる。みんなからそうやって言われるんですか？いえいえ、全然。ここだけ
ここだけ、ここだけですね。ゆうくんここだけですね。松浦選手が競輪選手だって知ってました？で最初知らなくて、まあ体格がいいなってで夏に半パン履いてるあのふくらはぎを見た瞬間に、あ、これただものじゃないで聞いたら競輪選手って言って松浦が注文した料理がやってきた。すごいですね、すごいんですよ。あのこの1枚バーンって乗るのはなかなかないです。松浦一押しの瓦そば座布団、そばの上に山口県のブランド牛スメラギ牛の希少部位座布団が乗ったスタミナがつく一品だ。いただきます。まああの美味しいですね、もちろん。まあ肉がすごい柔らかくて、やっぱりそのトップアスリートになるといろんな面でやっぱりすごい神経使われてるなっていうのは感じますよね。で召し上がり方もあんまりバーって食べなくて、割となんかゆっくりめに、すごい体には気使われてるんだなと思いますね。ただこの上の今座布団が乗ってるんですけど、お肉を油っこいもの控えようかなと思ったらちょっとハラミにするとかなんかそういうのを考えたりはしますけど。でもこれも一応あれなんですね、勝つための料理の一つなんですよね。そうですね、パワーフード、パワーフード、パワーフード。気の許せるご主人と居心地のいい空間で次の大舞台への英気を養う。3番広島松浦雄二。今年の5月、重要な G1 レースダービーの決勝まで上り詰めた。ダービー用の称号を手にするのは誰でしょうか。今なら取れます、有言実行だ。3番広島松浦雄二。優勝すればグランプリ出場が決まる。勝つのは誰だ。8番2番並走だ。レースは残り1周半。並走となってラスト4番の武藤、鐘が鳴り響いてどうでしょう。勝負どころ、外から2番の軍事がアタック、インから7番の清水が先行です。さあ清水先行、2番手は3番の松浦、7番3番とこうなってしまいますと盤石でしょうか中国勢。あとは2番の軍事が3番手、後ろ9番の佐藤慎太郎です。 SS が4人並んで、そして5番の浅井光太がマッチュダン5番手、まくったのがどうか、マスギがまくって平原まだその後ろだ。直線コースに入りました。7番の清水先頭だ。外から3番の松浦、内から9番ですが3者並んだ。3番2番9番並んできました。その差はわずか3センチ。佐藤そして郡司との壮絶なもがき合いを制したのは松浦だった。この瞬間、3年連続となるグランプリへの切符を手に入れた。松浦は優勝した直後、開口一番ある選手の名前を口にした。本当なんとかって感じでしたね、はい。まあ、最後はヒロトの頑張りもあったんで、まあ、なんとか仕切ってよかったです。4人並んで。ヒロトとは松浦と長年ラインを組む同地区の後輩、清水ヒロト。直線コースに入りました。7番の清水先頭だ。まあ本当に大きい存在で、まあタイトル取れるきっかけというか、でも自分がタイトル取れたのは本当ヒロトのおかげだし、まああの自分も恩返ししたいなっていうのは常々思ってるんで、まあ本当兄弟のような存在ですけど、まあ一緒に戦えることがすごい嬉しいですね。ゴールデンコンビとも呼ばれる松浦と清水、2人の絆は年末の大舞台でさらに輝きを増しそうだ。まあ目標が達成できたっていうのはすごい嬉しいことですし、ただ優勝したからやっぱりゴールっていうわけじゃないんで。松浦選手にとってダービーは一つの通過点。そうですね、はい。
昔は夢の舞台とか思ってましたけど、まあ、今はもう本当に取るのが目標なんで、まあ、そういう意味ではいい意味で変わってきたかなと思います、まあ、グランプリも別に夢の舞台ではなくて取れる一つです、まあ、今はそうですね。昨年の惨敗直後からすでに松浦は今年のグランプリを見据えていた。この日トレーニングを終えた松浦から案内したい場所があると言われついてきた。今何を今手洗ってきました。あ、トイレ行って手洗ってきました、はい、あ大丈夫です、ついていきます。大丈夫ですか、はい、広島市内にある標高400メートルの登山道、松浦は折に触れ気の向くまま山へ登るという。自転車ばっかり乗ってるからもうほんと重力を感じることっていうのがなんか少ないように感じてるんで、でもなんか人間の持って生まれたものっていうのは大事にしないといけないなと思ってるんで、歩いたり走ったり飛んだりっていうのは大事かなと思いますね。そうね、まあ自転車以外のトレーニングっていう意味合いもありますけど、まあ、自然と触れ合うことでこうなんかこういうのも大事かなと思ってっていう感じですよね。いいですよね、トレーニングがあったらリフレッシュもできて最高ですね。まだ入ってないですよ、まだ大丈夫。まだ全然登山道入ってない。まだ登山道じゃないですか。全然、はどっちから行くかですけどね。こう右と左行けるんですけど、歩き始めて3分、分岐点に差し掛かった。この前はここまで行ったんですけど、まあ、今日はここまでかなと思ってます。初級コースで行きますか。初級コースって書いてある。スタッフに気を使ってくれた松浦に、すいません初級コース甘える。やっぱ自然と触れ合うと何か得られるものありますか。得られるものですか、まあ、こんな木とかでも、まあ、こんな斜面に生えてるじゃないですか。こういうのはすごいなと思いますね。しかも生命力っていうんですかね、競輪場なんかやっぱり舗装されたその中でバランス動向を言ってるのに、こんな斜面でしっかり上まで生えてるから、まあ、こういうところをしっかり登れたら競輪場なんかもっと楽に走れるなとか。こういう鳥の声とかもいいですよね、鳴き声が。自然に身を委ねる、松浦にとって自分と向き合える大切な時間。なるべく木に当たらないようにとか、登り始めて15分が経過したところでスタッフの一人に異変が。すぐ脱落した。脱落っすか、後から追っかけるっすか。脱落ですよ、預けてるってことはもう脱落じゃないですか。来た来た来た。レディに荷物を持たすとは。ゴールはどこですか。もうちょっとじゃないですか。分かんないです。まだ明るいんで頂上まで行けちゃいますね。と言い残し、先行の松浦はこの展開を楽しむようにさらにスピードを上げていった。そして登り始めて20分、一旦って感じじゃないですか。いやでも景色いいっす。景色いいんですよ。こうやって見るとまあこっから人なんか見えないじゃないですか。で自分なんかすごいちっぽけなもんだなって思ったりするんですよ。でそうするとこうなんか悩み事とかこう吹っ切れちゃうっていうか、
自分の悩みなんかもうなんか地球の大きさから言ったらもうほんとちっぽけなもんで、なんかこんなことで悩んでんのかみたいな感じになりますよね。こうなんかこういう景色見てるとやっぱりまあ競輪勝てないことの悩みなんてまあ小さいなって思うと、それがいい方向に向かうっていうか、こう悩みとか不安とかがこうどん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 自分のメンタルとかが下がっていったところで、やっぱこういうの見ると、ああなんかこんなことで悩んでるのかって言って、こういい方向に向かっていく、まあいい意味で気にしなくなるっていう感じじゃないですかね。でもやっぱグランプリは勝ちたいですよね。勝ちたいですね勝ちたいです。常に自分と向き合い勝利を追い求める男、ナンバーズ松浦裕二が今思うこと。だからでも勝つためにはどうしたらいいかなとか、本当に勝てるのかなっていう不安はないですよね。まあ自分が本当にできることをしっかりやって、まあ、その中で結果がついてきたらいいなっていう感じです。もう本当自分ねできることするだけだろって感じですよね。勝てるかどうかなんて二の次というか、自分が本当できること精一杯やった先のことなんで。理論派レーサー松浦裕二が年末のグランプリで真の力を見せつける。そして今回は特別エディション、最後に松浦のパワーの源に迫った。スイーツ王子松浦にとってスイーツとは。頑張る源というか、まあ明日の練習も頑張れるし、次のレースも頑張れるし、まあ優勝した時のご褒美とかもありますし、まあいろんな意味合い持ってますけど、まあやっぱりあの甘いものってやっぱ幸せな気持ちにはなりますよね。グランプリ優勝のご褒美スイーツは何にしようか。